続いてピントレです。今日は割れた腹筋を目指すというエクササイズです。ご指導いただくのは2017年日本一の美ボディに輝いたゆこさんです。はい、今回は腹筋の全部を使います。腹筋を割りに行きましょう。長崎市白山町のゆこさんのスタジオライフスタイルクラブからピントレお届けします。ゆこさん、今月はお腹の集中月間でしたね。はい、今まで、下っ腹とかあとウエストもありました。さあ今日はどこでしょう。今日は腹筋の全部をしっかりと鍛えていきたいと思います。お、全部ですか。全部です。お、ということはどんなお腹になるんでしょう。シックスパックって聞いたことあるかと思うんですけれども、割れてるお腹ってことですか。はい、割れてるお腹を目指せます。じゃあかっこいい。そうですね、お腹を男性も女性もかっこいいお腹目指したいと思うので、今日はしっかりと動かしていきましょう。よし、頑張りましょう。はい、ということでまずは寝ていただいて、はい、下の腹筋からいきたいと思います。はいはいはい、仰向けに寝ます。はい、はい、そしたら両足を膝曲げたままで構いません。上に上げます。お、膝曲げたまま OK。 はい、そこからゆっくりと下ろすだけです。下ろします。はい、そうです。どこまで腰を反らないなというところぐらいまで。なのでだいたい角度でいうと45度ぐらい、もう少し下げていいです。そうです。そこからゆっくりと上げていきます。来てる。はい、早いですね。ぐっとお腹に。そうです、そうです。はいはい、でゆっくりと下げて、最初難しい方は角度そんなに、ね、つけなくても少しの角度で上がっていって構いません。ゆっくり行うことがポイントです。いやー、もうこれ1回下に下げるだけでお腹にグー。そうなんです。そして上げる時も大変なので、丁寧にお腹の力で上げていきます。お腹を感じましょう。はい、はい、今やってるのは下の腹筋。あと3回頑張りましょう。はい、下まで行ったらまたゆっくりと上げていく。うわ、ここだ、ここきついです。一回こう落ち着いちゃったらなかなか上に上げるのがきつくて、ね、ゆっくりと、あと2回。あと2回もですか。いやー、しかしこれは下っ腹に。そうなんです。まず今下の、ね、腹筋をしているわけですが、ここから上の腹筋をしていきたいと思います。はい、足はまた上げたまま、はいはいはい、そのままいきます。前に習いをしていただいて、あ、前に習い、はい、そこからですね、やっぱ首から動かすととても危ないので、胸から前に習いを天井に近づけるイメージ。あ、肩を浮かせるみたいな。そうですね、そうです、胸の下を浮かせている状態。はい、また下げる。はあ、また前に習いでぐっと胸から。今度違う部分が痛い。はい、どこだっけ。上の方です。そうです。今上の腹筋をしております。あと5回頑張りましょう。下げる。すごい、胸からグッと。すごいです。そうです、下げる。めっちゃ痛い。はい、素晴らしい。あと3回いきましょう。グッと。きつい。テレビの前の皆さんも頑張りましょう。グッと。ラスト。グッと。OK。 そしたらここから合わせ技です。下も上もどちらも、はい、やっていきたいと思います。まずグッとして上がったら、手の位置を耳ぐらいに持ってきます。そして足を少し離します。嘘でしょ、嘘でしょ。そこから近づける。あ、もう無理。離す、近づける。無理無理。胸の高さが落ちないように近づける。落ちてる、落ちてる。あと3回は頑張りましょう。ょ、グッと。来た来た来た。離す。グッと。首からね、動かさないようにグッと。はい、ラスト1回頑張りましょう。 OK。 はい、目覚めてきましたか。すごい。 いや、私なんかもうちょっとしかできなかったんですけど、それでもすっごくお腹のこと全部に力があるのに、中に、はい、そうですね、グーッと入ってます。私あの壊す動きでもないので、とにかくゆっくり動かしていくことは大事にしていただいて、首や腰を守って、はい、そして鍛えていっていただければと思います。皆さんもかっこいい腹筋目指してください。ゆこさんは LINE でも情報発信してます。はい、健康情報や他のクラスも、ね、無料で受けれたりするので、ぜひご登録お願いします。皆さんも一緒にかっこいいナイスバディ目指しましょう。以上、ピントレでした。最後の本当にきつかったです。皆さんもぜひやってみてください。ピントレでした。